どうもー、ココラ TV でーす。はい、引き続き、バント 36.5 のおすすめの商品をご紹介していきたいと思うんですけれども、バント 36.5 はスキンケアのアイテムだったりコスメだったりそういったものも充実していますが、ちょっと注目していただきたいのが歯磨き系商品です。歯に関する商品がちょっとラインナップがとっても多くてですね、で、あの歯ブラシとかもすごく可愛くて、なんと私も今回2色買いしてしまいました。まあ、あのお店のね商品とかの、あの写真もいろいろと撮ったのでぜひ見てみてほしいなと思うんですけど、でれん、見てください、こんな感じでちゃんとケースに入っているんですけど、これピンク、そしてシンクはティース、自分の歯を考えようということでですね、さらにさらに見て、毛先がブラックなんですよ。はい、そしてピンク可愛い。なんかこれは個人的に思ったのが、あのお土産にもすごい喜ばれるなと思いました。普通の白黒もあったし、ピンクだったりとかブルーだったりとかね、あのバリエーションに富んでいるので、ぜひぜひあのお土産とかにもいいかなと思います。はい、これは完全に私自分用で購入しました。ペコリ。そしてそして、歯磨き粉、とってもとってもたくさん種類があって、白とかグレーとかはあの大人用の歯磨き粉になっていて、あの口臭予防とかそういったいろいろと効能があったんですけど、私はまあまあパケ買いっていうのもちょっとあるんですが、こちらのなんと全色買いしてしまった、こちら子供用キッズ用の歯磨き粉です。まずこちらがブルーベリーの味、こちらはマンゴー、そしてこちらはストロベリー、そしてこちらがラズベリー。はい、じゃあちょっとラズベリー開けてみましょう。見てください、もうさ、パッケージ可愛いでしょ。持ってるだけでテンション上がるし、なんか歯を磨こうと思いますよね。はい、こちらこれもね、同じくね、お土産とかプレゼントにもすっごく喜ばれると思います。はい、でなんかあのちょっと大人の男性女性とかにはその大人用の歯磨き粉買ってもいいし、なんか若い子とかだったらこのカラーの歯磨き粉を買うのいいかなと思います。まあ、とにかくバント 36.5 は本当に今一番私がおすすめしたい、コスメブランドになっていますので、ぜひぜひ足を運んでみてください。いろいろと店舗ありますので、インスタグラムなどもチェックしてみてください。写真もとても素敵なので要チェックです。ということで、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。